ヤーコフ・イズライロビチザークは、ソビート連邦のピアニスト、音楽教師。1913年、ウクライナのオデッサにて、ユダヤ系ウクライナ人の家庭に生まれる。地元の音楽学校を卒業した後、1930年から1932年にかけて、オデッサ音楽院ピアノ科で、マリア・スタルホバに指示。同時に火星などを、ニコライ・ビリンスキーについて学ぶ。 1932年にモスクワへ移り、1932年から1935年までモスクワ音楽院で原理船ガウスに指示。1935年にデビューを果たし、1937年のショパンコンクールにおいて優勝並びにマズル歌唱を勝ち取ると一躍その名が知られるようになった。1935年より母校のモスクワ音楽院の教団に立ち、 1947年には同音楽院教授。1965年には学科長に昇進した。1966年にソ連人民芸術家に選ばれた。主要な門人にニコライ・ペトロフやバレリー・アファナシエフ、ユーリエ・ゴロフらがいる。クルト・ザンデル・リングと共演したブラーム・スピアの競争曲第2番編の蝶々をパス。 83の1949年の録音などがある。ウクライナ語では、野球イズライロビチザーク。吉沢ビルヘルム、ピアニストガイド請求者、印刷書、製本書公読書、2006年2月10日、58ページ、ISBN4 から7872から7208、X の焼きの言に聞く、ブラームスピアの競争曲。 第2番編ロ蝶々オーパス83ヤコフザーク、四アレクサンドルザンデルリング、レニングラードフィルハーモニー交響楽団、1949年。ありがとうございます。